マンでしょ?ですって。The Ice Woman。イギリスに住むマリーさんの祖先を母親伝いにたどること5300年。およそ250世代でアイスマンに行き当たることになります。ミトコンドリア DNA による祖先探しは遥かな時間を超えて一人の人間のルーツを探り当てたのです。人は自分のルーツを確認することで生きる糧や心の支えを作り出していきます。実の父親がアイヌだと知った加納オキさんは早速父親の住む北海道を訪ねたといいます。おじの砂沢和夫さんは幼い頃のオキさんを覚えていて久しぶりの再会を喜びました。かっこいいよ。俺も会えると思ってなかったみたいなところがあったからな。そうだよ、うん、だけど会ってやっぱり兄貴のまあ俺の甥っ子だなっていうのはそれもやっぱり嬉しいしな、うんうん、で昔のその面影もちゃんと残ってるし。実の父砂沢ビッキは1989年に亡くなったアイヌ出身の芸術家です。幼い頃両親が離婚し沖さんはアイヌの血を引くことを知らずに神奈川県で育ちました。しかし大学生のある時彼が図書館で何気なく手にした本が忘れていた記憶を鮮やかによみがえらせたのです。パッと見たらもうすごい巨大な丸太をねぶち割ったような彫刻がさあるんだよ。でねその名前を見た時にね俺突然フラッシュバックがものすごい勢いで俺の中で起こった。俺こいつ知ってるっていうさ、当時父親の砂沢ビッキは北海道に住み自然や生命をテーマに大木を斧やのみで彫刻する金絵の芸術家でした。沖さんはこの父親と4歳まで一緒に暮らしていたのです。沖さんは父親と20年ぶりの再会を果たしさらに親戚も訪ねました。俺はその時はものすごいカルチャーショックだったよね。俺外国来たと思った。例えばここは日本じゃないと思った。どういうことなんですか。だってみんなだって日本人じゃないんだもん。日本語喋ってるよ。でも姿形がさ日本人じゃないんだよ。全然アイヌ人なんだよ。長い間狩猟採集の生活を送ってきたアイヌの人々、彼らの起源はこれまで謎とされてきました。アイヌと考えられる集団が歴史に登場するのは8世紀に書かれた日本書紀です。この頃大和の中央政権に従わない集団が東北の江見氏や九州の熊祖として記されています。東北地方ではアイヌ語の地名が数多く残されていることから江見氏とアイヌの関係がうかがえるのです。服従しようとしない江見氏に朝廷は何度も軍勢を送りようやく討伐したというのです。そして江戸時代になって北海道に住む言葉や文化の全く異なる集団がアイヌと呼ばれるようになりました。アイヌの人々は外見の特徴から白人に由来すると考える研究者さえいました。
神奈川県にある国立総合研究大学院大学。ミトコンドリア DNA の研究をする蓬莱聡博士は、アイヌの人々が日本人のルーツを探る鍵を握っていると考えています。今まではその形の比較ですよね、形態学、形とかあるいはその考古学の遺物が残されていたものを比較して推定すると。で、我々のその DNA の研究というのは直接そのそれぞれの人が持っている遺伝情報そのものを調べるということで、これはもう全く違うわけです。蓬莱博士は1960年代に採血された血液からミトコンドリア DNA を分析し、アイヌのルーツを探っています。日本列島には1万2000年以上も前から縄文人が住み始めていました。アイヌのルーツは実はこの縄文人ではないかと蓬莱博士は考えました。そこで縄文とアイヌの人々がどのような関係なのか、蓬莱博士は全国3カ所から出土した縄文の人骨5体のミトコンドリア DNA を分析してみました。その中の埼玉県戸田市の5900年前の人骨を現代のアイヌと比べました。すると全ての配列が同じ人が見つかったのです。これまでの考古学でははっきりしなかった縄文とアイヌの人々の関係が DNA によって明らかになりました。アイヌのルーツは縄文人だったのです。そのアイヌの人と今現在どこにいる、そのどの集団がですね、人類集団が一番例えば近いかとか、まあ、そういうことを糸口にして、その、まあ、縄文人の起源というのを、まあ、詰めていこうというふうに考えています。最近の発掘調査では縄文の人々はただ単に狩猟採集するだけではなかったと分かってきました。彼らは大自然と調和しながら日本列島に縄文という独自の文化を作り上げていたのです。縄文人っていうのは我々が考えている以上にやっぱりその技術には高いですし、豊かな精神世界を持っていたと思います。東北地方の、その民族霊の中にその縄文のね技術がたくさん受け継がれているわけですね。まあ、漆なんかもそうでしょうし、例えばさまざまなその木の皮で作った製品とか実際残ってますから、その縄文の技術が間違いなくその現代に受け継がれているわけですよね。縄文の精神を最も深く受け継いだのはアイヌの人々ではないでしょうか。アイヌの人々は木の皮を剥いで様々な用途に使います。そんな時には木の神様が風邪をひかないように残った皮を木に結わえつけます。口伝えの神々の物語カムイユーカラにはアイヌの世界観が描かれています。そこでは神様と人間と生き物たちが同じ仲間として交流する物語が繰り返されます。アイヌの人々は人も自然のほんの一部という世界観を育んできたのです。自分の生き方を手探りしていた加納大木さん、30を過ぎたある時ふと北海道を訪ね、そのまま住み着いてしまいました。